どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またリクエスト動画なんですけど、あのハイライトの入れた髪の毛の、うまく綺麗に出す巻き方をちょっとご紹介させてもらいました。今日ちょっとお人形さんでやったんですけど、まあ、ちょっと見にくいかもしれないですけど、これハイライト入れてるんですけど、それをまあ簡単に可愛く、まあ、しかも巻き方ってどうしたらいいのみたいな感じのリクエストもいただいてたので、それもちょっと簡単に分かりやすく作ってる、ヘアスタイルになってますので、いつもハイライト入れてあんまり出てこないなって、どういう風に巻いたらいいのかなって思う方、よかったらこの方法で試してみてください。それでは動画を始めていきます。では、固定で巻いていきます。これはアイビルの 25mm で、まずサイドの髪の毛を取り分けてしっかりと溶かします。溶かして中間ぐらいからコテをこう縦に平行にですね入れて、そのまま外羽に巻いていきます。バックサイドの後ろの部分も同様に、一度でこう巻けるんだったら全然いいんですけど、一度でちょっと巻けないっていうようでしたら、ダッカールで半分に分けて巻いていきます。中間から入れて毛先を跳ねさせます。反対側も同様にやっていきます。毛先の外跳ね具合を完成しました。結構ランダムにもういろんな方向に動いてても全然大丈夫かなと思いますので、あの生え癖とかで全体的に均等に跳ねたりもしないかなと思うので、あのいろんな方向を向いてても全然大丈夫です。とりあえず毛先を跳ねさせた状態にしてます。次にハイライトが入っている部分、多分ちょっと見にくいかもしれないですけど、こう順々に入ってるんですね。で、まあ、巻く場所っていうのはある程度決まってて、まずはここのブロック、耳から前のブロックですね、のここのブロック、あと耳後ろで後ろ、まあ、この言ったらまあ半分に後ろで分けた時に3ブロックで巻いていきます。でその部分でハイライトが出てるところをちょっとピックアップして、もう毛束とかも結構薄めで全然大丈夫かなと思うので、だいたいこれ2センチぐらい幅でハイライトが入っている部分を探して取ります。でまず顔周りの部分は中間から1回転だけさせて動きをつけます。このぐらいのカールが出れば OK ですね。その次に耳から耳後ろの部分ですね、の部分のハイライトが入っている部分を取り出します。なるべくこうパパパパッとこう束で出ているところがいいかなと思うので、その辺の部分を探して、次は中間から入れて内巻きに入れます。1回転だけさせて外します。大体このぐらいカールついてても全然大丈夫かなと思うので、強くても S カールぐらいを意識して巻いてください。次が、後ろをこう半分に分けて、で左側ですねの部分のハイライトが入っている部分を取り分けます。でそれは次は、内巻きでも外巻きでも大丈夫なので、巻きやすい方で大丈夫かなと思います。中間から入れて1回転だけさせて、このぐらいのカールですね、で巻いておきます。後ろの反対側ですね、もう同様にハイライトが目立つところですねを取り分けて1回転だけさせて巻きます。次は反対サイドの、耳後ろ
の部分のを取り分けて、そこもハイライトがちょっと目立ちやすいところですね、部分を取ってコテで巻きます。中間から入れてだいたいこのぐらいのカールが出れば OK です。次は耳の前の部分のハイライトが出てるところを取り分けて1回転だけさせて、今度は外巻きですね、巻いていきます。これで、巻き終わった状態になります。サイドの部分の、まあ、ハイライトが出てるところですね、その後ろでバックの部分ですね、これをまあだいたい片サイド3つぐらい3ブロックに分けて巻いて、で反対サイドで、まあ、3ブロックで全部で6ブロック表面は巻いています。でご自分でやられる時に多分どこにハイライトが出てるかわからないとか、まあサイドとかはちょっと見たらある程度わかるかなと思うんですけど、後ろの部分って分かりづらかったりとかするので、あらかじめ鏡で見ながらこうダッカールでここかなと思うところを止めておくと、後で巻く時に結構楽かなと思うので、後ろの部分に関してはあらかじめこう鏡で見ながら、巻け取ってあげるとやりやすいかなと思います。で次にバームをつけていきます。今回はリレイのバームで、もしリレイがなかったら N ドット、まあ、バームの方がこハイライトのスタイリング剤はいいかなと思うのでバームをつけていきます。大体小指の爪ぐらい取って、全体にもうカールを伸ばすような感じで OK かなと思うので、全体的にしっかりとつけます。この毛羽立ちとかがなくなるぐらいまでつけてあげると綺麗に出てくれるかなと思います。こうやって伸ばしてつけ終わった後に少しこう空気感を入れるようにぐしゃっとしてあげます。するとさっき巻いたところのカールが結構出てきやすくなって、で出てきたところからこうハイライトが覗かしてくれるというか目立って出てきてくれるので、こうつけ終わってちょっと最後にこう空気感を入れるような感じでスタイリングしてあげると綺麗にカールも出てハイライトもしっかり出るかなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。こう普通にハイライトがちょっと浮き上がって出てきているように見えるかなと思います。いつもハイライト入れて巻いてもあんまり出てこないって思う方はよかったらこの方法でやってみてください。結構しっかりと出てきてくれるかなと思います。